はい、大石先生流2017年クリスマスのラッキースポット。え、なんかラッキースポットって昨日やったような気がするんだけど、昨日は開運スポットやりましたけれども、はい、今日はですねクリスマス限定でございますあ、そうか、昨日のは1月で、今日はクリスマスのもうその日そうです、ポイント、そうです、もう4日前にね、この番組の4日前に、うん、恋人作ろう先生でね、はい、言ってくださったじゃないですか、うん、だからそれでね、もう、まあ、今頃僕は恋人できてると思うんでもね、うん、だからその恋人とそのどこに遊びに行けばいいのかなっていうラッキースポット、クリスマスの、だってもう恋人を長谷川さんさっき3匹ぐらい犬連れてませんでした。いやいやいや、人間で行きたいの、そんな贅沢なこと贅沢じゃないですよ人間でちょっともうできてると思うんで、はい、だからそのラッキースポットとクリスマスの、そうですね、はい、そうだから、まあ、クリスマスって言っても、まあ、イブと、うん、当日と、うん、まあ、24と25日ありますよね、でまあ、それぞれその日その日に最も効果があるっていうのはやっぱりちょっと違うわけなんですよ。そう、うん、で、まずイブの晩、はい、24日の方ですよね、でここはですね、まあ飲食もちろん、まあ、イブだからね、うん、ご飯食べたりするわけなんですけれども、はい、お酒の飲める、うん、まあ、まあ、飲食って言ったらまあ占うまでもないか、えイブなんだからそんなとこ行くに決まってんだろって言われちゃいそうな気がしますが、はい、うん、要するにあんまり高級ではなくカジュアルで、うん、酒が入る店で、うん、だからまあ普通に行けばいいんじゃないですか急になんかいいじゃないですか、いいじゃないですかみたいな、どうせ でもだけどだからカジュアルなところっていうのがキーポイントじゃないですか。ポイントはだからあんまりその気張って高級店とかね、うん、なんか高級ホテルのレストランとかじゃなくて、うん、もう居酒屋風とかファミレス風とか、カジュアルっぽさをそこで、あ、だからもうね、か居酒屋でいいってことですもんね。もちろんまあちょっとにぎやかめだったり庶民的だったり、うん、ガヤガヤした感じと、あんまりこう二人きりのこうね、静かなすごい高そうな空間ではないということですね。ちょっとね、そういうところってやっぱね、最初の頃って気合い入れてなんかそういうところで、まあ、行きますよね、なりがちじゃないですか、はいはいはい、そう、もう半年前から押さえとくみたいなそうそうあるじゃないですか、ね、うん、予約してね、そうそうそう、まあそれが悪いわけじゃないけれども、うん、この日はそういうカジュアル系の方がいいよと、そうで25日の方が、こっちがむしろ高級な方行った方がいいよってことなんですよ。そう、普通は25日あんまり出かけないかもしれませんけどもね。どうなんだろう、だって今年特に24日のイブが日曜日なんですよ。で25日は月曜日なんですよ、はあはあはあ、平日ですから、どうかなと思うんだけど、でしょ、本当だ、うん、月曜日だ、25日の方がむしろ高級志向に持ってった方がいいよというのが占い的見地でございます。あ、じゃあ24日日曜日だから日曜日この日動く人が多いと思うんですよ、多分その恋人同士も家族も、だから25日ちょっとね、もしかしたら25にこう本番と考えてる方は、うん、そこはむしろ前日と全く逆で、高級感あふれるところとかシックなところがいいですよということですね。こういうことなんですね、はいはい、なるほど。もともとでも確かね、本当はクリスマスはイブに騒ぐっていうものであって、うん、当日は静かに過ごすっていう行事だったはずですよね。25はそう、本番の時はね、やっぱり心静かになんかそのいる日であって、その前の晩だから大騒ぎするっていうのが本来の風習だったような気がしますけどね。なんかね、日本でもそのクリスマス当日よりイブの方がなんかね、重要視されてるイメージあったんですよね、まあ、そうイブイブってね、そうですよ、本番は25じゃないかって思うんですけど、いや、まあ、そうなんですけどね、そう、まあまあでもそうですね、まあ、そうです、なんですが、4と5ですね、24、25をはっきりメリハリつけていただいて、はい、カジュアルな24、シックな25というふうに、使い分けてください。はい、はい、そういうことでございます。お待ちください。